新宮市佐野、左右に見えるのが、新宮南インターチェンジの那智勝浦、方面出入口那智勝浦新宮道路は、和歌山県新宮市三輪崎から、和歌山県東室郡那智勝浦町市奥を結ぶ、自動車専用道路である。規制自動車道に並行する国道42号の自動車専用道路として整備されている。高速道路ナンバリングによる路線番号は、 近畿自動車道規制線を形成するため E42 が割り振られている。道路が混雑する新宮市と那智勝浦町のバイパス機能や災害時における安全な通行路確保を目的とした道路である。1992年に14コーが事業化され、さらに2006年に13コーが事業化された。事業名としては、那智勝浦道路という名称が使われていた。 2008年2月28日に、新宮市三は崎那智勝浦インターチェンジ間の道路名称を、那智勝浦シングル道路に決定し、残る那智勝浦インターチェンジ、使用区間についても全線開通の公表の際に、那智勝浦シングル道路となることが公表された。2019年11月より順次、正面衝突事故対策として、ワイヤーロープ式防護柵の設置が行われている。 は高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路を示す。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。